討論、暴論、強行論、お久しぶりにこの時間がやってまいりました。ちょっと噛んじゃいましたけれども今日のお題はアメリカ大統領選挙を語るということで、この豪華なメンバーでお届けしたいと思います。一人一人ご紹介 していきますけれども、まずは、私のお隣から、トランプ T シャツが似合っている、ビデオブルガーランダムヨークさんです。はい、よろしくお願いいたします。はい、本日2回目の登場なんですけれども、すっかりチャンネルクララファミリーと思われております。江崎一郎先生です。よろしくお願いします。評論家ですね。はい、肩書きは。そして、すっかりチャンネルクララに馴染んでいる、憲法学者で国際法学者の小野義成先生です。小野でございます。よろしくお願いします。はい、ということでですね、あんまり登場する前からチャンネルクララファミリーとして定着しているこのお三方をお招きしてですね、KK ベストセラーさん協力っていうのがねついてますんで、私の本の宣伝番組のような体ですが、アメリカ大統領選挙を語るっていうことですね。はい、で実はですね、お二方が来る前、陽子さんと番組撮ってたんですよ。でどういう番組撮ってたかっていうと、トランプがまさか候補になるとは思わなかったって言ってる人に過去のその人たちの言動を思い出させてあげるっていうそういう番組はね、江崎道夫先生とランダム陽子さんはもうこれでもかとトランプに備えようと言ってこられたわけですけれども、江崎先生、はい、江崎先生が真っ先にトランプに備えようとこの論壇で、論壇の方は日本で一番早くから一番大きな声で言っておられたように思うんですけれども、はい、そのあたりの、ところからお願いします。たまたまその、民間の立場からですね、いわゆるインテリジェンスの関係で、米軍とか、その情報部とか、さまざまなところとの付き合いがあって、いろんな情報交換をやってるわけですけど、その中でやっぱトランプがかなり力を持っていると。でどういう力を持っているのかといったら、やはりアメリカが今ぐちゃぐちゃになっている、民主党政権の中ですね、そのぐちゃぐちゃになっている中で起こっている中産階級ですね、皆さんをこう地道にずっと仲間にしていくとともに、6年7年かけて、テレビ討論番組で本来アメリカを復活させるためにどうしたらいいのかっていう話を、歴代のアメリカのコンサルティブの流れを踏まえながらやってると、もうすごいやつだぞあいつはという話をですね、とうとうと彼らから聞かされましてで僕はそっちのグループだけ聞いてるんだったら、なんていうんですかね、本当なのかなと思ったんですが、女の話をですね、ペンタゴンの関係のやつからも聞いたんですね。これトランプ行くかもしれんぞと、で本当に行くかもしれんぞと、でとりわけ、何度か言ってるんですが、アメリカのメディアってほとんどもう左巻きで、アメリカにはよく僕言うんですけど、産経新聞ってさえない、朝日新聞か赤旗かみたいな感じで、もちろんラジオ番組とかですね、ケーブルネット番組ではそれなりにあるわけですが、ほとんどそれ以外ないぐらい、リベラル、左翼に乗っ取られている状況の中で、それに屈しないでこのアメリカのこの左翼メディアを乗り越える力をトランプは持ち始めているので、これ注目していた方がいいという話をですね、聞かされたっていうのが一番の出発ですね。ありがとうございます。後で歴代コンサバティブの流れと東海岸のメディアが真っ赤っかって話は詳しくお聞きしたいと思いますけど、陽子さんはその辺どうですか。今日のお題全体でアメリカ大統領選挙を語るっていう、トランプ現象についてね、一番叩かれながら言ってた、そうですね、なのでなんか私がトランプさんってこうバーッと応援してたわけですけど、その応援してるそのパフォーマンスのところを見て、なんかこいつは魂売ってるんじゃないかとか、なんかアメリカにね大好きになっちゃったんじゃないかっていう風な目で見られてたんですが、私が感じてる問題というのはやっぱり日本人が海外に訴えてないから今の状況になっていると思ってますんで、やっぱそのトランプさんのことを支持してる人たちと、私たちも結局心持ちが同じなんですから、もう組んでしまえばいいだけの話なので、もう
手を伸ばしたと、そしたらその手を取ってくれたということになっているので、ここにやっぱりこれから私たちがあのすべき動きというのがこう見えた気がしまして、実際あ日本人でも英語喋ってこうやって言う人がいるんだっていう動きで今ちょっとずつですけど、その海外のメディアの人たちも注目し始めてくれてますので、あのこれをやっていきたいというふうな、そのきっかけの部分ででも見ている感じです。はい、はい、小野先生最初に一言どうでしょう。このトランプさんが際物だということでよく、まあ、メディアなんかでもね言ってたと思うんですけども、実際その戦略とか彼がやってきたこととか、まあ、それはあの対立候補になるであろう民主党の、まあ、ヒラリーさんも同じですけども、何をやってきたのか何をするのかっていうのをですね、全く日本では対策を取っていないように見えますんでね、うんうん、この辺がまあ今後の課題というふうに言って先延ばしして早何年という世界ですんで、もうあの今のうちにあの大統領の指名を受ける前にですね、やはり戦略を立てる必要があるんだろうと、そのためにまあ私は今日ここにいるんだろうというふうに思ってますんで、まあ、あの先生方にちょっといろいろとお伺いしたいと思っております。いや、その戦略を小野先生が語っていただいて、いやまあそれこそトランプに備えようっていうような、ね、はい、ことをもうおっしゃっている江崎先生の前で、本当にもうなんともあの赤面の至りということなんですけども、やはりあのトランプさんがアメリカファーストアゲインというふうに確か、大統領 の, その、候補の指名受諾の演説でもおっしゃってましたけども、そのもう一度アメリカがもう一番になるんだと、そのためにはまあアメリカはやっぱりあの金がないと、金がないなんてどうするんだと、じゃ あ, あの例えば駐留しているアメリカ軍が日本にもいます、でそれの資金をどうするんだと、費用どうするんだと、で実際のところまあいなくたっていいわけですよ、本来は別にあの保守党じゃない、共和党ですか、共和党のもともとのその政策というのは引きこもり体質ですから、もうアメリカはアメリカでやりますと、皆さんはどうぞご自由にと、民主党はできるだけあの国際協調なる名のもとにですね、いろんなところに手を出すというですね、そういう方針ですから、そのもう流れは分かってるわけでして、だとしたらじゃあアメリカ軍が日本にいるためにはどうすればいいのかと、もうあの引き上げる気満々ですから、うん、じゃあどうするかって言ったらそれはやっぱり金出すしかないわけですよね、うん、でもまあ日本でその準備は多分出てないと思います。例えばそのそういうこと10万円100万円のオーダーをバッサバッサぶった切る財務省の主計局というところがありますけども、あの10万20万30万50万100万で1000万単位でもバッサリ切るところに、例えばその GNP 比で、ね、1% 枠を 2% 枠にするといった時に、今あの防衛予算が5兆円あるところで10兆円くださいと言ったら多分彼ら卒倒しますよ、うん、もうあの我が国は95兆円規模で財政組んでるわけですけども、その5兆円を10兆円にするってことですからね、それをいかにだから財務省に飲ませるかとかですね、うんうん、そのための戦略がどうなっているかとか、これ完全に政治判断になると思いますけども、それをどうするかというその戦略っていうのね、それをまあ構築する必要があると。で、まあもっと話しいんですかこれって。どうぞ。で、それをですね、例えばその予算を審議するときに、まあせっかく今3分の2をですね、衆参両方で取ってますから、この状況の中で。まあ、政治主導でやるしかない、もうやるしかないんですよね、これね。もうやらないと言ったらもうアメリカ軍はいなくなります、うん、いなくなれば当然フィリピンが今あの南沙諸島とか西沙諸島とかの辺で中国と戦ってるあの状況がそのまま東シナ海で生まれるっていう状況ですから、やるしかないんですけども、誰もそんなことに備えてない、うん、だからもう声を上げるしかないで、この番組に、はい、っていうことなんですよね。はい、私ね、財務省が文句言ったら安倍さんに秘策がある、提言したいですね、事務次官をノンキャリにする、もうそれでも言うこと聞かなかった死刑局長もノンキャリで、言うこと聞くまで主税もノンキャリだ、理財もノンキャリだって、官房長もノンキャリだってね、そしたら今より仕事うまくいきますよ。あの抜群にやるですね、でそういう形であの政治主導にしていかないと、要は政治主導でよく、あの官僚主導でよかったのはアメリカさんの言ってることに、まあ、それと長く従っておけばいいよねと、うんうん、まあ、言うのとアメリカさんが守ってくれてたからだけだと、うん、もう本当に小野先生がおっしゃった通り、うん、アメリカはもうあの、ね、日本から引き上げる気満々なので、うん、あのまあ、こう言っちゃ悪いけども、あの沖縄だって今のだったら完全に見捨てる構図で、もう現にあのご存知の通り、あのテニアンとかですね、あっちの方にもうあのベースを移そうということで、あのペンタゴンはもう準備をずっとしてるの でそんなのアメリカ、ね、あの防衛省の皆さんみんな知ってますよね、知ってるけど言わないんですよね、だから不思議なものだなと思いながら、そういう肝心なことをみんな黙っておいて、
で自主防衛というか日本が本気で防衛やらなきゃいけない情報というものをコントロールして日本で流さないようにすると、うん、であと残念なのが先ほど小野先生がおっしゃったように、アメリカの共和党って引きこもり、うん、でもともとこの干渉主義じゃないんですよね、うん、でアメリカファーストっていう言い方、うん、これ実は2度目でですね、うん、第一次世界大戦の時にリチャード・リンドバーグっていうですね飛行士がいたんですが、うん、彼がアメリカンファースト・イン・コミッティっていうアメリカ第一委員会っていうのを作って、うん、要は何言ってるかっていうと、ルーズベルトが日本にチャチャを入れて、うん、アジアの戦争に口出そうとしてるのにそんなのやめろと、うんうん、日本は日本でちゃんとやってんだからって、うん、ソ連や中国の台頭に対して、うんね、アメリカはそんな解消すべきじゃないと、そんなことやめるべきだって言ってたのがリチャード・リンドバーグで、そのアメリカンファーストコミッティの流れを組んで今こそね、日本は日本でちゃんとやってんだから日本にやらせたらいいじゃんっていうふうに、ね、トランプが言ってるのにあたかもトランプが言ってることが間違いだみたいに言うのはどうなんでしょうっていう感じですよね、うん、いや、まあ、話の大前提としてですね、うん、はい、アメリカが引き上げるっていう風になってるんですが、はい、ヨーゴさんがここで否定しなかったその前提がこの番組で共有されるんですよ、どうでしょう。私がいや、もう世間はアメリカは日本引くわけないだろうみたいな、はいはい、アメリカになってメリットあるんだからみたいな人が保守なんですよ、はい、ああ、そっか、今の保守、今の保守論だってこの空間って実はカメラの外では少数派なんで、あ、なるほどな、はい、どうですどうなんでしょう、アメリカって残るんですか、引き上げる気なんですか、ね、引き上げるんじゃないかなと思ったのが、指名受諾のスピーチの中でトランプさんが、はい、例えばなんか NATO のことを言ったりして、うん、その結局お金も出さない、アメリカとしては守ってあげてる気分でいるので、うん、なんかそこでお金もちゃんとそれに見合うのがもらってなかったらもうそれはもう知らんしみたいな感じで見てるの で、うんうんうん、でだから経済面でそうやって予算とかを削るにあたってはやっぱりその現地の現地とか、まあ、友好国同盟国と手を組んでいかなきゃいけないってトランプさん考えておられて、でそこでじゃあ日本が協力しないってなって、で沖縄のとこも予算もそんな出さないとかいう姿勢でいたらもう本当に切られていくんじゃないかなっていうふうに思ってます、うん、はい、はい、いやもうこの世にはそういう前提で、もうそういう前提で話を進めさせていただきますけれども、いや、そこでですね、江田先生お聞きしたいんですけれども、はい、まあ、結局アメリカお金がない、はい、結局世界の覇権国家と威張ってるけれども、はい、ちょっと金を流してなんでこうなってるんだ、はい、そういうことに対する不満がいわゆるアメリカのコンサバティブの流れなんですよね、はい、そのアメリカのコンサバティブの流れをお願いします、まあ、それもそうなんですが、日本と同じでですね、一生懸命若者が海外で死んでいっているんですね、うん、だけど一方で日本アメリカ国内ぐちゃぐちゃなんですよ、うん、本当にぐちゃぐちゃで、例えば自分たちの子供が学校教育にね、公立学校行かせるとキリストはいないし、うん、十字に手を合わせるのはダメだし、うんね、アメリカはね、いわゆる奴隷とひどい国でって言って言われて、うん、で正常期に誓うのをやめろって言われて、で自信失わされて、でドメスティックバイオレンスとかなんとかって言って、もう要するにジェンダーフリーの話をさせられて、で男では女性トイレ行った方がいいよみたいなこと言わされてみたいな、もうぐちゃぐちゃな学校教育があって、まあ大学卒業したってまともに働く場所がなくて、で移民たちがゴン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 入って治安も悪くなって、で警察がそれ捕まえようとするとマスコミから警察が叩かれて、ね、犯罪者の権利を守れみたいな話になって、うん、このぐちゃぐちゃの中で他の国ってことを言ってる場合かよって、うんうん、すみません、それどこの国の話ねえ、確かに移民とかそのあたりだけなんか日本の未来かなと思ったんですけど、あと全部一緒ですね、全部一緒で、そういうぐちゃぐちゃの状況の中で他の国のこと言ってる場合かよって、うんうん、自分の国がぐちゃぐちゃになってて、もう、なんね、もうおかしくなってる状況でどうなるんだよっていう、この危機感という中で、自分限られたリソースを自分たちの国の国の再建のためにエネルギー割かないとダメだよねっていう、この危機感なんですよね。
いや、さっきの番組、ま、この番組の前の収録で陽子さんから教わったんですけど、結局あの民主党のヒラリーであるとか、あるいはまあその応援してるソロスであるとかは、そういう超大金持ちがそういうマイノリティの団体にお金を配ってぐちゃぐちゃにすることによって利益を得てると、そうです、それに対して立ち上がったのがトランプと、そうですね、トランプでありコンサーバティブの連中だし、やっぱりそういう動きに対しやっぱりもうマイノリティと組んでもういいようにアメリカ国内を混乱させていくっていうこの連中に対して誰も戦ってくれない、共和党の政治家が、あれそう共和党自民党って言い換えたらいい、そうそうそうなんか意味が通じないですよ、まあ、全くだから日本と同じで、要するに本来あるべきことを何もやらないで、なんか民主党や左翼のメディアに迎合して自分たちは移民も賛成です、ね、犯罪者の、ね、人権大事です、ね、あの社会保障大事です、生活保護大事ですというふうに言ってまともに働いて税金稼いでる人たちの代弁を誰もしてくれない、っていうのに対してふざけんなよこれおかしいじゃんって言ったのがトランプで、でやっぱりそれでやっぱりあの、ね、共和党支持者たちも、ああやっとまともなこと言ってくれる人が出てきた、っていう空気ですよね。でもあのトランプがなんで出れたのですか。やっぱりあの大きいのはですね、まあ、テレビ番組を使って徹底的に売り込んだ、やっぱりあの橋本さん、大阪維新の橋本さんの手法と多分似てると思うんですが、もう徹底的にテレビ番組に出て正論を言い続けたことと、あとですね、金持ってるので、超大金持ちなので、いろいろ言われたって怖くない、ね、仕事なくすぞ干すぞって言ってあって、そんなこと言ったら俺が干すぞかっこいいだってスポンサーなんだもんテレビじゃあ高須クリニックの高須さんがそれやればいいんだよね。高須さんみたいにそれを言うたら俺が干すぞみたいな、でね、いうような形でやってて、あ、そうやって戦える政治家が出てきたんだっていうので、だから高須クリニックの高須社長と、玉富さんと橋本徹と、あの石原徹、石原慎太郎みたいな、この4人ぐらいが合体したみたいな存在ですね。はい、ちょっとあのここでフリップを、ね、あの挿入したいと思うんですけど、トランプ勝利の理由っていうのをちょっと、ね、あの一応台本があり江崎先生から習ったことをまとめてみたんですけど、まあ、超大金持ち、ね、ちなみにさっきの番組では堤義明みたいなね、はい、絶頂期の堤義明が橋本徹をやったことを言ったんですが、江崎先生とかより、ね、詳しく分析していただきまして、だから自分のメディアを持っているっていうことを、超勉強家で7年間政治番組をしかしてこれ凄まじいですよ。いや、陽子さんから聞いた30年間ずっと勉強してるって、7年どころじゃない、7年はこのただ番組やってたのっていう、そうです、だからもうすごい勉強家です、橋本坊さんみたいに番組のためにキャラを作るために勉強した星じゃないんですね、筋金入りなんですね。筋金入りで本当に勉強をしてきて、やっぱりあのレーガンとかああいう人たちをものすごい尊敬してて、やっぱりアメリカをやっぱ偉大にしたいし、もう散々金儲けしたし、ね、散々美人を嫁さんにしたしもうあとやることって何かって言ってやっぱりアメリカ立て直すことだよねっていうふうに思ったっていう人ですよね。なるほど。それはね、金があって美人の嫁さん何もらったんでしたっけ、あれ3人目ですね。3人目結構年も離れてますしね。まあ、あと草の根保守運動で50から100人規模のミニ集会全米でやった、トランプさん自身が出てきたものだけではなくて、トランプさんの、人たちもエヴァンジェリカのメッタをした人たちも連携してやったんですが、それをずっとやって何やったのかっていうと、そこで何を言ったのかっていうと、マスコミはお前たちの意見取り上げないよねって、それっておかしくねえかって、マスコミ信用できねえよねって、ね、利用するのは俺だろうねっていうことを言い続けたんですよ、でその結果メディア、大手のメディアがニューヨークタイムズだなんだっていうのが、トランプを叩けば叩くほど、ああやっぱトランプさんの言ってる通りだって、俺たちの意見をメジャーのマスコミは取り上げない、じゃあ応援してやろうよ我々がって言って、グラスルーツムーブメントの連中が本気になった、草の根保守の連中が本気になったというやり方で自分を浮上させるっていう仕組みを作ったんだね、大したものだと思います、ですよね、いや、お二方にはさんざん勉強さ、させていただいて、さっきも番組中に勉強させていただいた、温先生どうですか。
いやもう今お話聞いててニクソンが言ったようなサイレントマジョリティという言葉がありますけども、あの物言わぬ多数派っていうんですかね、要するに保守の中でもなかなかその声がこう上がってこない人たちの声をまあトランプさんに投影してやっているのかなというのがものすごい印象として強いですし、またその先ほどあの先生方にご案内の通り、あのまあマスメディアがちょっとね今一つどうかとか、あるいはその風潮としてなんかリベラルだと正義で、コンサバティブだと悪みたいなですね、そういうまあ風潮が非常になんかどこの国の話をしてるのかよくわからないんですけども、江田先生さっき朝日新聞って赤旗だけみたいな、それこそあのニューヨークタイムズとかワシントンポストとか、まあ今あるのかあれインターナショナルヘラルドトリビューンとかですね、まああの朝日新聞がそのまま英語になったのかみたいな、そういうノリでなんか読んでるようなそういう新聞社ありますからね。でも本当これもう戦前からそうなんですよね、もう、まあ、そうですね、第一次世界大戦の後のあたりから、満州事変の時なんてまさに東海岸のメディアが日米離間に導いたみたいなところがあるわけです。じゃあちょっとここでアメリカの勢力っていうのをこれ、ね、4分割まとめてきたんですけど、あのよく共和民主とか白人黒人とかいろんなあの対立軸で語りますけれども、江田先生にそのアメリカのエスタブリッシュメントメディアというのをちょっと詳しく教えていただきたいんですけれども、いろいろ定義の仕方はあるんですが、まあ、4分割で、まあ、これも先生が作っていたエスタブリッシュメントっていうのは要は、あの多国籍企業で、それで儲けてる連中たちですね、いわゆるグローバリスト、グローバリスト、まあ、グローバリストって言い方はまあ正しいかどうかは別ですが、まあ、そういうグローバリストみたいな人たちがいて、彼らは要するにもう金が儲ければどこでもいい、というスタンスの連中で、なおかつこの連中はあまり税金も払わないで、こういうメンバーたちがやっぱりチャイナマネーとかなんとかと組みながら、要するにアメリカのマスコミとかのとこを牛耳ってて、でやっぱり政治って金が必要だから、共和党も民主党も両方ともその人たちから金をもらってるので、やっぱりそういう、まあ、グローバリストというかエスタブリッシュメントの人たちの味方をしていくと。で要は移民人がたくさん来る、財界は人件費安い方がいいので、移民どん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 行ける、でもその移民が入ってきたことによって住民生活を脅かされる人たちは中産階級であり貧しい人たちだけど、そういう人たちの苦労は知ったことか、というような連中がエスタブリッシュメントで、それでは今完全に日本の経団連です僕ですね、経団連はあの必ずしもイコールと思ってないんですね。経団連の中にも僕は何か知ってますけども、それはいいのかと思っている人たちは結構まだいるんですよ、まだ、はい、まだ、まだいるので、僕はイコールではないと思いますけども、ていうかアメリカの方がひどいっていうふうに聞こえるんです、アメリカの方がよっぽどひどいですね、本当にひどいですね、はい、でそういうような連中がいて、でそのこのエスタブリッシュメントと組んでる連中がこのリベラル約3万最悪の連中ですね、まあ、ニューレフト、ニューレフトの連中、ニューレフトって何、どういう意味かっていうと、あのいわゆる共産党員じゃなくて、もっとラディカルレフト、要するにあの、まあ、あの要するに白い共産主義とかいう言い方もしますけども、要するに社会解体路線ですね、アナーキーですね、アナーキストも含めた連中ですね、まあ、日本でいうと第4インターナショナルも含めた、まあ、審査役の連中が山ほどいるわけですが、菅さんなんかもそういう流れですよね、はい、そういうグループたちが、まあ、要するに一緒になって、いやあのアメリカ解体、ニューレフトの連中はアメリカを解体することが目ない、エスタブリッシュの面倒はアメリカ解体しようないでしょ、関係ないという人たち、貴族制の末期ですねこれ革命の起こる前のですね、はい、本当に貴族制の末期ですね、はい、末期ですね、というこの2つによってアメリカぐちゃぐちゃになっているという状況ですよね、あ、ちなみにアイビーリーグっていうのはあのアメリカの一流大学のことですけれど、あのまさにコミンテルの手口っていうのはまず大学を乗っ取って、次にメディアを乗っ取って、で財界政界っていうふうにどんどん上がっていくみたいな、そうですね、あのそれを内部選考工作といってですね、これコミンテル用語ちゃんとあるんですよ、要は要するにあの日本のですね、あの保守の人ってですね、まあ、マスコミでもマスコミ批判するでしょ、でも左翼は違うんです、
マスコミの中に入り込んで牛耳るんですよ、うんうん、すごい。あのまあこれあのトロイの木馬作戦っていう言い方もするんですが、うんうんうん、いうやり方をしてあくまでも敵対せずに中に入り込んで内部から牛耳るというのが、あの左とりわけニューレフトの基本的な、うん、あの運動論組織論なんで、うん、左の人がそういうのができるっていうのはやっぱりそのなんだろうルール的なものをみんなが理解しているのか、それともう右の人も本当はやりたいけどできない何かがあるとか、あのルールを理解しているという意味で、うん、きちんとした組織論運動論を徹底してやると、うん、いうことと手段と目的を区別できる、うんうんね、日本はですね、正論を言うことが全てで、うん、そこに手段がないあれなんか耳が言われるように痛くなってきたんですよ。クレオ先生がよく言う作戦っていう概念がね、うん、日本 の、 あの保守派はどちらかというと弱いですよね、うん、でも左の人たちは作戦手段のためには、うん、あ目的のためには手段を選ばない、うん、だから、共産主義者じゃなくたって、うん、資本主義家であろうが保守派であろうが味方にしていく、うん、なりふり構わずやってしまうっていうやり方をしますよね、うん、でそこがやっぱり彼らのしたたかさですよね、うんうん、いや私あの今出てるフリップで、はい、右下にあの共和党保守派って書いたんですけど、はいまあ、主にティーパーティーあたりの単細胞の人たちをですね、はい、思い浮かべてた日本でもそういう団体ありますよね、はいありますね、正論言ってれば世の中良くなるとか、うんはい、相手がどんな汚い手をやってきてもこっちは同じことやり返しちゃダメだみたいな、うんはあ、作戦という概念がない、ない、はい、ないですね。だからこのティーパーティーの連中とかなんとかにあのやっぱりこうやれば戦って勝てるよねっていう要するに保守側の草の根運動も含めた動きっていうのを作ってるのがトランプさんで、うんまあ、もちろんあのアメリカはあのそうは言ってもですねあのレーガンを作った時も含めてあの戦後ですね、うん、あの保守派っていうのはずっとアメリカの中でマイノリティで、うんまあ、日本以上に保守派は肩身が狭かったので、うん、そこから這い上がるために凄まじいエネルギーと作戦を作ってやってきてるので、うん、日本の保守派に比べれば方法論、うん、組織論っていうのは数段優れてますよね。あ、先生、ちょっとあの、はい、視聴者がついてこれで、はい、話を戻させていただきたいんですが、はいまあ、この番組見てるような人は、はい、日本の保守派っていうのは、はい、その自虐視感が蔓延した、はい、あの左傾化した中の中で少数でようやくネットの社会になって、はい、こんな番組が出てくるようになったというふうに思ってるんですよね、はいはい、ところがアメリカの方は、はい、あの一応世界の覇権国家だし、はい、勝ってるもんだと思ってるんですが、はい、アメリカの保守派の方が必足しているってこれなんだと思ってると思うので、うん、だからぜひともだからこれ読んでほしいありがとうございます要は僕ですねこの倉山先生のこの本の、うん、この日米戦争は要するに保守派双方の保守派の敗北だったって、うん、僕これってものすごい大事なことで、うん、実はアメリカの保守派はルーズベルトによって敗北させられて、うん、もう追い込まれて保守派はもう耐え耐え、うん、息絶え絶えまで追い詰められちゃったというのが、うん、あの日米戦争でのアメリカにおける内情なんですね、うんうん、でアメリカの保守派がルーズベルトによって敗北させられたというあの国内アメリカ国内の政治闘争の構図を日本では全く知られてないので、うん、だからアメリカの実態がわからない、うんちょっと、はい、あの宣伝させていただいてましょう。どうぞどうぞ。いいあの、ね、呼び水だったんでここしか宣伝するため経験レッサスラーさんに申し訳ないのでやらせていただきますあのだこの本の第4章でですね、はい、主要なアメリカ合衆国大統領ってランキングっていうのを、うんまあ、24人選んで、まあ、セオドア・ローズベルト以降は全員なんですけど、はい、その中では、ね、24人中ですね17位にですねハーバート・フーバーっていう人もいるんですね、うん、あのフランクリン・ルーズベルトの前の人で、うん、満州事変の時のアメリカ大統領です、うんでこの大統領のランキングっていうのは5つ星でつけるんですけど3つの基準がありまして1つがですねアメリカの国益に貢献したか、うん、2つがですね世界の秩序に貢献したか、うん、3つがですね正気を保ったか、うん、でフーバーはですね005なんですよそうですね、その通りですねいやそうなんですよ本当にもう超真人間なんですけど、うん、で対外政策
策すごいうまくいってて、うん、あの1930年ロンドン会議なんてもうイギリもうすごい仲悪かったイギリスと話しつけて、うん、フランスイタリア切ってでも日本巻き込もうってイギリスと一緒にやってきた大統領なんですよね、うんうん、もう前後30年で一番まともな、うん、そんな人が世界大恐慌でもう目も当てられない大失敗して内政をめちゃめちゃし、その結果、うん、まあ、あの満州事変の日本と対外政策でも、うん、あのぐちゃぐちゃにしっていう、うん、そのハーバート・フーバーみたいな人間が、うん、その0点、内政外政両方とも0点だと、うん、そういう意味でアメリカの保守派あのもう敗北している、うん、本当はあの日本とアメリカの双方の保守派がまともだったら戦争なってない、うん、ああそうだと思いますね、うん、はい、どちらが振りましょう、陽子さんに振っちゃいましょう、うん、今の話はい、はい、そう思います、はい、はい、っていうかやっぱりその私が今いろいろ海外の人たちと話をしていて、うん、あの同じことを思ってるんだなっていうのをものすごく感じているので、うん、なんでこれを前できなかったんだろうっていうのをすごい思います、うん、では本当に日米があの双方の真人間同士の会話が通じてないか、はいはい、うん、やればいいのにできてなかった、うん、だからそれがずっと戦後引きずってるんですよね、うんうん、そうです本当に、うん、だから結局あのアメリカの親日派っていや共和党って選ぶ方はまだ良くて、うん、だから日本の親米派と称する人ってアメリカの反日派と仲良くしてます、うん、あ、そう、そう、ヒラリーとかその辺を親日派だと思って、うん、じゃないでしょって、で共和党だって結局江田先生がおっしゃるようにその、まあ、日本の N さんとか N 中さんとか K がさんとか、うん、まあそういう人たち、うん、みたいな人ばっかなんじゃないですか、うん、K と光一さんとか、うんうん、だいぶ言っちゃってる、野中子が加藤ってはっきり言った方がよかったですね、クラブ的に、うん、だってその人たちの意見ばかり、あ、さっきもあのツイッター見てきたんですけど、長嶋昭久さんがトランプなんか大統領しちゃダメだ、ヒラリーでなきゃ日米同盟ダメだって書いてました、うん、だから結局アメリカ の日本の保守派というかですね、うん、あの日米同盟重視する人たちって全部ですねアメリカの民主党系のシンクタンクと付き合うんですよね、で民主党系のシンクタンクと付き合うと彼らって別にウィークジャパンポリシー派ですから、うん、日本弱くした方がいいし、だからあので彼らは結局トランプなんかと敵対しているグループなので、うん、トランプは色物だっていうふうに言い続ける、うん、でそれを真に受けて、うん、あ日米同盟重視派の日本の保守派の人たちが、うん、トランプは危険だっていうふうに言うという形でねじれちゃってる、うん、本来ならばあの、ね、コンサバティブ同士議論をすべきなんだけど、うん、それをやれない構図がありますよね、うんうん、やっぱりあのもう江崎先生がやるしかないんじゃないですか、うん、いやいやいや力は僕はないんですが、うん、あの本当にやっぱり残念ながらそういう構図になってますよね、うん、いやだから結局アメリカの中では本当私は右上保守って言ってるんですけど、はい、まあ、アメリカの国益をちゃんと考えて、はい、今までの政府のやり方の反省しようみたいに出てきたわけですか、はい、日本でなんで出てこないのかなっていうのは、だから陽子さんが散々訴えてるのは、はい、そうアメリカでそういうのをちゃんとやるときはやる人が出てきたから、日本でもちゃんとやるときはやる勢力作ろうよと、はい、そうです、ちゃんとやれるよね、いうことで、うん、小野先生、やっぱ安倍さんしかないですか。いやー、やはりあのまず国民に情報を出さないとダメでしょうね、うん、国民が判断できるような情報、ね、さらりと話をそらしました。国民が判断できる情報って言いました。いや、国民がね、そのトランプさんでいいのか悪いのか、うん、ヒラリーさんでいいのか悪いのか全くよく分かってない、うん、だからヒラリーさんになるともう白人だし、うん、旦那さんは元大統領だし、うん、女性で初の大統領だ、で民主党だ、今までのオバマ政権の、ね、政策がずっとこのままでいくんだと、日米同盟も多分このままだろうみたいなね、うん、そのままでもう行くという情報しかもないわけですよね、うん、きっとね、で、まあ、それこそ、まあ、日本のマスメディアを批判するわけではないですけども、あのいろいろなこうメリットデメリット両方出して、じゃあどうですかっていうようなことを全くこう言わない、うん、もうメリットしか言わない、逆にデメリットしか言わない、うん、それではなかなかやはりこうその判断材料がないわけですから、ね、その判断材料を出す側がまたこういろいろとねあるわけですよね、うん、先生ね、そうですね、で誤解ないようにちょっと言ってきますけどです、僕あのトランプは親日派
ということではないんですね、うんうんうん、多分日本のことあまり関心ないです、ね、いや視界に入ってない入ってない、入ってないんですが、ただ今回のやっぱり大統領というか共和党のですね、あの指名候補受諾演説、まあ、僕解説作者見てませんが、うん、日本のこと触れてないんですよね、ないですね、触れてないということは少なくとも日本を敵に回すというふうには思ってない、うん、っていうのは、うん、これまでの演説の中では日本批判をあの自動車の問題とかなんとかでしてるわけですよ、うん、でもそれは今回は言わなかった、うん、ってことは ある程度フェアな情報であれば受け入れるぐらいの気持ちは日本に対してはある、うん、であとはじゃあ問題はそこから先、じゃあトランプに対して、うん、じゃ ね、要するに日本は日本でちゃんとやれって言ってくれてるならちゃんとやりますよと、うん、いややるためにはどうするのかっていうことをちゃんと話をしましょうねっていうふうに持っていけばいい話なんですが、うん、それをやらずにトランプは危険で危険だって言ってるのはどうなんでしょうっていう、うん、インテリジェンスの世界なんかですとこうシグナルとかってよく言いますよね、うん、メッセージとかね、はい、それをうまく出していかないと、はい、これかなりやばい状況が待ってるわけでして、はい、でそれ特にこうヒラリーがなるにせよトランプがなるにせよ、でトランプさんが非常に有力であって、でヒラリーに対してはそれなりのことが多分日本側もできてると思うんですよ、今までのオバマ政権の流れですから、はい、ただトランプになった時にどうするかっていうことが全くない、うん、でその時に誤ったシグナルを出すとこれは結構えらいことになると、うん、これはもう間違いないと思うんですよね、うん、まずワシントン会議の時に日本が誤ったシグナルを出しまくって英米両方的にしちゃったそうですみたいな話、あ、トランプの自宅演説をよくさ英語でずっと聞いてました、はい、全部聞きました、ちょっとその辺、はい、ぜひ詳しくご説明お願いします。そうですね、この詳細なので一応メモを一応取っておきたいんですが、ただ、はい、まずアメリカの友達がみんななんか大絶賛していて、うん、でまあ聞いていて、で日本の報道によるともうなんかヒラリーさんの批判にものすごい割合を割いたっていうことばかりが言われてるんですけれども、まあ、私が聞いていたらやっぱりどうして彼がそういうことを訴えているのかっていうその裏のストーリーみたいのがちゃんと打ち出されていたなっていうのを感じていて、で私が興味深いなと思ったのはヒラリーさんのことをもう利権屋のパペットだって言って、操り人形だっていうのをバーンと言っちゃう、それやっぱアメリカ人で苦しんでる人が聞いたら気持ちいいだろうなと思いますし、でその今トランプさんが全部言ってるのももう先ほど先生方もおっしゃられているように、もう 今までの政治家たちのタイプの、うん、今までのタイプに頼っていたらダメだと、それだと良くならないから、もう本当アメリカファーストっていう概念でやっていきましょうっていうのをちゃんともう何度も言ってありましたし、私が個人的に面白いなと思ったのは、警察官が黒人の人権団体にと思わしき勢力に、撃たれて死んでるんですけれども、うん、まあ、それに対して警察官への攻撃は全て のアメリカ国民への攻撃だということを言っていて、なんかそこになんか国際法的概念を感じてですね、まあ、そういうことを言っているのと、あと LGBT の人たちに対してもトランプさん一応、まあ共和党での候補者ではあるんですが、そういう LGBT とかの人たちも平等に扱いたいんだっていうことを言っていて、っていうのもフロリダ州でテロが、まあ、テロとされてますが、私はちょっと詳細まで終えてないんですが、まあ、テロとされる事件においてまあ、ゲイとかの人たちが殺されてしまったと、大量に、でなんかそれで海外の思想によって、イデオロギーによってそのアメリカの国民が苦しむというのはひどい話じゃないか、だからアメリカをちゃんと立て直していこうじゃないかっていう持っていき方をされていました。で最近日本の中では白人対黒人っていう捉え方がよくされてるんですが、全然そんなことはないですし、で私昨日ちょっと東京にいる友達、アメリカ人の友達と話をしていたら、彼アメリカ人なんですけど、本当にもう最近もう本当近年になってからアメリカ全体が分断されている気がするってものすごい言ってあって、それが白人対黒人ということではなくて、もうなんか至る所でもやっぱさっき江崎先生がおっしゃられたことだと思うんですけれども、もうあらゆるところでもなんか距離感を感じちゃって、なんかもう息苦しい感じがあるからっていうのを言ってたんで、だから彼もそういうわけでトランプさん支持してるんだなっていうふうに感じる感じで、まあ、それが現れた演説だったのと思いました。もう偉いのは人間です。人間です、人間です、はい、まともなものしか言ってないんで、はい、やっぱビジネスマンなので一番戦争とかしにくい人ですよね、本来金で片付けた人ですよね、争いではなくてですね、
なのでもうディールディールディールと言って、取引で。だから結局アメリカ東ハリウッドのメディアにコミンテル日本のメディアがあってですね、実はそれコミンテルの陰謀が裏にあるんじゃないかと。もう今ね、コミンテルハンターがいますよ。今あのコミンテルの本部行くとニーハオって挨拶すると普通に返してくる、普通に返ってくる、はい、みたいな話ですけれども、いや全然あの日本で聞いてるのと実際に聞いてみるのと違いますね。必要なのでもっと発信しましょう。はい、しますね。どうですか。いやもう断片的にしか情報が伝わってない、もう最たるものですよね。そもそもだってこの、あのトランプさんのこう受諾演説で75分だからすごい長いやつなんですね。通常よりも長いもので、それで、ね、ヒラリーさんの批判が大半だった、まあ、半分だとしても、何分だ、40分ちょいちょいですよね。残りの40分ちょいちょいじゃ何を話したかったんですから、そこは全く伝わってこない、うん、やっぱりそれのね、過程ですとか、あるいは他の国々とどうするのかとか、あるいは自分の国の財政どうするんだろうとか、言うに決まってるわけでして、全くそこは伝わってこないっていう状況がありますよね。あ、でもね、朝日新聞だってちょっと弁護士ですか、あの人たち左翼暴力報道やってるんじゃないですよ。本当に国力ないんですよ。本当にようやく下手ですか、あの人たち。そういう、だってコンドリーザライスが来た時に牛肉の話だけは配信した新聞社ですから、あいつらは本当は安全保障、半分安全保障の話でもう半分牛肉の話だったのに、延々ライスさんは日本に来て牛肉の演説だけしましたって配信した人たちですからね。アナシングは左翼じゃありません、ただのバカです。私が断言して弁護します。フレッシュ映画が来ました。新鮮な空気が今。全然なってないですよ。いやいや、朝日は左翼みたいに頭良くないですよ。一人ぐらいは賢い人いるかもしれませんが、本当に国力ないですからね。文句がある人はチャンネルクラレにご出演お待ちしております。はい。え、だから事実関係間違ったこと言いました。触れないでおこうっていう。いや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 。でもそれ朝日だけじゃないでしょ。まあ毎日とかもあれ、でもあの毎日とかの方がよっぽど革新的ですよね。東京新聞とか。東京新聞読んで面白いですけどね。だって毎日新聞って今一面が池田大作じゃない聖句よ新聞。二面以降中身一緒じゃないですか。諸説とかで公明党の使命は重いとかね。これ聖教新聞に書いてあるんじゃないの。二面書いても全く通じるみたいな新聞ですからね。はい、じゃあ陽子さん新聞何読んでます。産経新聞ですか。とあとでも読売と日経も取ってあります、ね、日経いいですよね、経済記事がなかったら。あれ経済記事がない日経はいい新聞ですよ。そんなことないでしょ。経済記事見て、はい、あ、財務省さんこういうことしたいんだなって。だから経済記事が実は本、あの政治記事が表政治記事で、経済記事が真の経、あの政治記事ですから。経済記事じゃないですもん、日経の記事。いや、あれだって一緒にほら向こう側が何をしたいのかよく分かる。それはよく、だから観測企業ですよね。本当によく分かるので、インフォメーションじゃなくてインテリジェンスとして。そう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 、そうそうそう、予備知識がめちゃくちゃ必要だから、うん、だからあの大学の経済学部に出たところで日経の経済記事って意味わかんないですよね、うん、なんでこんなこと言ってんの、うん、数字の羅列だったみたいな、北朝鮮の暴力放送みたいな。多分小野先生そういうことやってましたからね。僕先生ですね、あのまあ、ちょっと真面目な話をすると、はい、トランプに備えようではいいんですが、うん、で多分ですね、あのその多分その外務省も官邸もですね、どう考えていくかわかんないんだと思うんですよ、うん、多分わからない。じゃあちょっとあの外務省や官邸に合わせるべくですね。で、暗闇で、いや変な話ですけどね、こういうのを、いや、あの多分外務省も官邸もですね、もう本とか言うでしょうけど、ちゃんと読んだ方がいいと思うんですよ。ありがとうございます。読んでください。ちゃんと読んで、やっぱりあのなんていうか、まずアメリカは一枚岩じゃないし、保守派はアメリカの中では相変わらずマイノリティだし、アメリカはぐちゃぐちゃで金がなくて、もう他の国のことをほっとくような状況じゃないし、そもそもアメリカの、ね、あの人たちって、まあ、とりわけあのワシントン DC の人たち日本に関心ないし、ほとんど関心もないし、多分、まあ、北京と、ね、日本の区別はつくかもしれないけど、コリアと日本の区別つく外国務省の人間何人いるんだろうって、
ね、いやいや実態の話をしますよね。だからそれぐらいの状況でそういう国に日本の安全保障を委ねていること自体が狂気の沙汰なので、うん、でも安倍内閣で自主防衛が目的ですよね、うん、自主防衛は僕より、まあ、まずは僕は言ってのアジア版 NATO みたいな感じ、下手に自主防衛言うと、うん、アメリカの左翼の連中が、うん、安倍は危険だ、うん、アメリカに、うん、アメリカに歯向かおうとしている東条になるぞっていうことを一時期やってたので、うん、そういうプロパガンダにならないようにするために僕は自主防衛なんだけど、うん、本当は、うん、一応対外的にはアジア版 NATO みたいなものを作って、うんうん、アジアの秩序を守るようにしたいと思ってますぐらいに、うん、こうしたたかに打ち出した方がよかろうと思ってはいるんですが、でもそれこそあのストロングジャパンポリシー派ですら、はい、日本が強くなることは、はい、あの瓶の蓋論じゃないして押さえつけてきたんじゃないですか、うん、だからトランプは初めて日本が強くなっていいよっていう、うん、ことを書いてくる。正確に言うとですね、ワシントン、あの要するにあのワシントン DC のペンタゴンの連中はあのストロングジャパン派でもアメリカの従属の下で日本が強くなるのはいいよという言い方ですね、うん、あのアメリカの国務省はもっとそれを言っている、うん、だけどあの実際にですね、いざという時に日本と一緒にオペレーションをやらなきゃいけない、例えば僕何度も言うんですけど太平洋軍司令部、うん、これハワイにあるんですが、うんはい、この太平洋軍司令部の連中なんかは日本が弱いと自分たちの足手まといになるので、うん、自分らが死ぬ、自分らが死ぬ、自分たち命にかかってるので、うん、日本が弱いのは困るんですよね、うんまあ、現場はそうですよね。だから現場の要するに少なくとも太平洋司令部みたいなところや、だから太平洋司令長官のなんだっけこの間来た、はい、ハリス、うん、ハリス司令官なんかはだから日本ちゃんとやれよと、尖閣守るよって言ってるのは、うん、だからハリス司令官みたいに太平洋司令部のトップの連中は、うん、やっぱ日本弱いと困るよねってずっと思ってきてるけども、うん、その声を要するに日本の要するに防衛省も外務省も耳を傾ける気が全然なかった、うん、むしろアメリカのトランプの方が先にそれ言ってくれてるという状況ですよね、今のところ。いや今のお話聞いて思い出した、はい、また満州事変戻っちゃうんですけど、はい、まあ、あの満州であの日本軍が侵略してるって東海岸のメディアが騒いでて、はい、国務省が乗っかって大騒ぎしたんですか、はい、ところが現地のアメリカじゃ関東軍もっとやれへんそうだと、とはその現地の声は全く本国には伝わらなかった、うん、はい、そうです、そうです。だから国務省、アメリカの国務省なんかは、うん、要するに現地、とりわけ中国の領事館、ここですね、うん、あのまああのあのよく言われてるのはジョン・アート・マクワリー、あのマクワリー、あのマクワリーってね、講師がなんかは、あの今中国大陸で日本が戦ってるのはソ連や中国の排外主義を抑えるためにやってるんだから、うん、この連中を日本をやっぱ応援するのがアメリカの筋だよねっていうふうに一生懸命アメリカ本国に上申したのに、うん、アメリカの国務省はことごとく握りつぶした、うん、フーバーのところを上げる前に抑えるフーだったという話ですよね。だから、まあ、私の目で見るとその時にハーバート・フーバーが本気になっててくれたらみたいなのが、うん、まさにトランプで言うわけだなと、うん、でそういう意味で言うと、うん、トランプの周りにもウィークジャパンポリシーの連中山ほどいる、うん、残念ながら、うん、でもちろんあのアメリカのペンタゴンの方はですね、まあ、トランプがもう指名したのされたので、うん、指名される確実だっていうのをこの春の段階からペンタゴンの連中、あと太平洋司令部の連中は要するにトランプが変な方向に行かないように要するにいろんな形でアプローチを凄まじくやってる、うん、である程度だからそれで軌道修正が図られて、うん、僕日本の政府の努力で日米安保が誤解されてないんじゃなくて、僕は逆だと思ってるので、僕は実は太平洋司令部やペンタゴンがやってるからトランプは軌道修正をしたと思ってるんですが、はい、あのでそういう空気の中でだからそういうでも人たちと日本側は僕じゃあちゃんとこう連動できてるのかなっていうと、相変わらずアメリカ国務省や民主党系のシンクタンクの日米派と言われている人たちと組むことが日本外交だと勘違いさせられ続けてるので、この60年、うんうん、でまさにそれが戦後レジームで、ね、そうね、それを覆すためにはっていうかこういうのちゃんと読んだ方がいい本当に本当にちゃんと読んだ方がいい、ありがとうございます。みんなね、あのいや多分ですね、僕あのいや倉山先生別にそのアメリカの専門家でも何でもないじゃないかとかいうふうに、うん、みんなそういうふうに言う人もいるかもしれないけども、でとりわけあの外務省の人や防衛省の人はですね、うん、大学教
授や官僚以外の人の意見をそこは採用しないので、あとテレビに出てる人、そうです、だからそうじゃない人の意見なんてね、ふんっていうふうにするけど、そうやって、ね、戦前だって日本を愚かな外交をしておかしくなったわけで、その話を少しした方がいいってことです。ちなみにこの本では江田先生の名前が6箇所で江田先生によるとっていうこれなら控えめにしたぐらいです、はいはい、でそこでですね、倉山要約のトランプの主張っていうのをまとめてきましたので、最後に核心部分に入る前ですね、一旦おさらいでトランプが何を言ってきたか私なりにまとめてきたんですけれども、うん、アメリカは金がない、うん、なぜ自分の国を自分で守らない、アメリカより金持ちの国をアメリカが守らねばならないのかと日本とかね、名指しで言われましたよね、はい、でただし日本が本気で自分の国を自分で守るという意味での自主防衛をやるんだったらアメリカは容認する、まあ、それをやるんだったら GDP2% 文明国標準で最低防衛費5兆円増額が必要だけれども、それくらいやるんだったら核武装も構わない、もちろんこっちに向けない限りね、でそれができないっていうんだったら米軍の駐留経費を半分じゃなくて全額出せやと、うん、これがディール、うん、ですね、っていうことですよね、これでようやくよろしいでしょうか、はい、そういうことです、でこれ僕トランあのこれ倉山先生が言ってることをですね、いやそうは言ったって日本政府はちゃんとやるんじゃないか、安倍政権はやるんじゃないかっていうふうに思ってるかもしれませんが、僕はあのこういう話をこの海兵隊やですね、太平軍司令部やいろんな人間たちとオフレコードで、まあ、要するに僕は別に民間人なので、うん、民間の立場から散々聞かされてきてるんですね、要はあの尖閣の問題に関して日米合同訓練しなきゃ尖閣守れないんだから、うん、尖閣地域で日米合同軍事演習をやろうね、うん、とかですね、南シナ海での合同軍事演習をちゃんとやろうね、でそういう話を何度も何度も何度も要するに非公式の場でアメリカ側は日本に投げかけているのに、それに対して繰り返し彼らが言ってくる言葉は、日本にはお金がないということと、防衛費が予算が少ないということと、もう一つは憲法9条があるということと、で3つ目に日本のマスコミは許してくれない、この3つを言われて、だから自分たちは努力してるんだけどできないんだっていう言い訳をこの20年ぐらい散々聞かされ続けて、もう日本の政府の連中と話をしても無駄じゃないかと思い始めてる、その諦めの感情がもうマグマのようにアメリカ側に溜まってるんだっていうことを理解しないと、このトランプのこの危機感ってわからないと思うんですよね。小野先生、まさにさっき小野先生が言われた官邸や外務省の正しい情報を入れなきゃって、それだと思うんですけど、いかがでしょう。それとあとはまあアメリカ側を初めてですね、こう、まあ、間違ったやっぱりメッセージを伝えてはいけない、はい、ところがまあ間違ったメッセージばっかり言ってるわけですよね、で金がない、金がないのは政治主導です、もうあの予算をつけるのは政治家の仕事ですから、ですからもうクリアですよね、で憲法9条の下でうんぬんと言っても、9条の下でできることだってあるわけですよ、で今あの昨今ね、こう憲法改正というと9条がもう本丸だなんていうふうに言ってますけども、何を言っちゃってるのかと、まずやれることからやってくれって話ですよ、ですからもうこれもクリア、であとあの江崎先生さっきおっしゃったように、そのもうとにかくこうミスリーディングばっかりをなんかしていると、マスメディアが許さない、それはマスメディアは許さないかもしれないですけども、そこがやはり政治のやはり出番でしょうから、やるべき時にはやると、でそれでその例えば予算規模の中で、まあ、5兆円増額、まあ、要するに倍の、まあ、今の防衛予算を、なんか確保しなきゃいけないと、やっぱりそこも覚悟しないと今後どうなるかっていうのは非常に難しい状況が待ってるわけですからね、はい、あのもう現実にもう今はですね、日米関係でずっとそういう議論が行われ続けている、であの僕だから、まあ、この番組で言ってるかもしれませんが、去年もあの平和安全保障法制、まあ、戦争法案無理して通したわけですね、で通した時の、 あの9月去年9月だったの、通った後に、まあ、あのアメリカの僕 の、まあその友人から電話かかってきて、ね、集団的自衛権を行使できるようになった、南シナ海を守る、ね、の平和と安全を守るために中国の基地を壊そうとは言わないけども、海の安全の平和秩序を維持するための合同訓練、南シナ海で日本の自衛隊と一緒にやろうっていうふうに、
自分たちが提案したら自衛隊から金がないと言われた。それはあの事業計画書だけ作って予算つけなかった。つけなかった。で、お前日本人はあれあれ舐めてんのかなって言って怒りの電話がかかってきましたからね。で、あの安倍さんは僕よくやってると思うんだけども、うん、実際にアメリカが思ってる状況はそういう状況だっていう意味で、うん、なんて言うんですかね、凄まじくこのなんていうかこのギャップがあるんですよね、うん、アメリカの期待値と、うん、同盟国なんだって専守防衛、うん、憲法9条は専守防衛です、うんうん、僕専守防衛だけでいいからちゃんとやってほしいですだって尖閣って専守防衛だよね、尖閣守るんだけでも専守防衛でちゃんとやろうよって、うん、いうふうにアメリカさんが言ってくれてるのに、尖閣での合同軍事演習はちょっとっていうふうに断ってるの日本ですからね、うん、いやー他の周辺諸国がそうマスコミが、いやそうやってるんです、うん、でそうやって日本側はマイナスのメッセージをにアメリカに凄まじい勢いで日々毎日、うん、発信してる、発信し続けてる状況の中で、ね、アメリカは日本と一緒にやっていこうと思ってくれてると思う方がどうかしら、うんうん、じゃあここでまとめ的なフリップを出したりとポンとインサートしたいですが、日本の道ヒラリーだったらもうジャパンバッシングバッシングすらしてくれません。バッシング、ね、もう共和党はね、お前らはね、あの番犬猟犬として働きやってね叩いてくるんだけれど、民主党のヒラリーになったらパッシング無視しかと、うんうん、中国とだけ話してればいいです、うん、となると日本は旦那クリントンと同じように、まあ、米中に搾取される地獄になります。でトランプの言うこと5兆円防衛費増額とかやろうとしたら、もうこれね、こうしたら茨の道です、うん、で今金で済ますっていうね選択肢を言ったらこれ軽蔑されますね、はいはい、まあ、これまた地獄ですね。でしかもさらにその金をねぎろうとして心の底から軽蔑されてもっと地獄なんですが、いや私あのトランプの言うそのまさにアメリカの這い上がってきた草の根保守的な声に応えたら茨の道だと思うんですけど、トランプに心の底から軽蔑されるような状態になったらヒラリーの時よりひどいと思うんですよ、うん、ひどいと思いますね。だからトランプかヒラリーかっていう選択じゃなくて、トランプの言うことを応えるか否かだと思う、うん、だからトランプになったから日本が何もしなくても幸せっていうのはありえないと思うんですが、そういう声を陽子さんはもう毎日発信されてるわけですけど、はい、反応どうです？あのなんかあんまりみんな関心がないなっていうのがあの、まあ、フェイスブック上で主にやっていて、ちょっと最近動画は出せてないんですけど、はい、まあ、フェイスブックを見る限りは私が、まあ、簡単にアメリカの記事とかを訳したりとか、なんか要点だけ訳してバッと書いたりとかするんですけど、いいねが全然つかないですよね。現実見たくないでしょ、ね、あですか、はい、考えたくないのかなと思って。だって安倍さん に、うん、に全てを任せてたら安心して暮らせるっていう、それは思いたいですね。なるほど、そういうあれですね、うん、やっぱその媒体考えて物言った方がいいんだよなるほど。やっぱりあのそれあの発信して記録に残すのも大事だと思うんですけど、はい、やっぱりあの仲間を組織化するっていう、トランプに学べじゃないですか、はい、やらなきゃいけないと思うんですよね、はい、小野先生、あの情報を官邸に向けて正しく、外務省とか向けて正しく発信したらすごいお通夜になりそうなんで、明るくしていただきたいですまあね、明るく楽しくですね、もうあのね、あのそれこそ、ね、なんか世界征服じゃないですよね、絵を描いて楽しく、ね、暮らせるという愉快な世界征服をする鷹の爪結社みたいにですね、こうなんか明るくやっていきたいんですけども、本当にこうヒラリーになると地獄で、トランプにこうすると茨の道でも、我々が選ぶのはどっちかって言ったら茨しかないんですよ、ここ、うん、で本当にこう地獄地獄地獄の世界で唯一の選択肢が茨という、その茨の道を選ぶというこの道筋っていうんですかね、うん、その全く肯定表がない、うん、で情報がない、うん、でそれをどうするか、うん、やっぱりこれはチャンネルクララを見ていただくとですね、あ、ありがとうございます。あと先生レギュラー化確定、いや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 もう大人気です。いや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 、小野先生の人気に嫉妬って言葉がちょっと、ね、マジっすか今ネット放射論壇で流行ってますね。あ、はい、まあ、あとはもうね、あの先生のこう新著が出ましたので、 ありがとうございます。あの、KK ベストラセラーズ様からですね、はい、1111円プラス税でございますね、はい、木下税が入って1200円、ぜひあのお買い求めいただいてお読みいただくということです。
いや僕あれあのいや茨の道だけどですね、はい、あの道があるだけ、うん、ラッキーだと思いますよ、うん、いや本当韓国なんてないですもんね。韓国ないですよ、うん、本当に何打つ手なしですよ、打つ手なしで、うん、日本は打つ手があるし、うん、幸いにも3本ねあの自民党今回勝ったし、うんまあ、公明党さんもいるけども、うん、あの勝ったし、はい、ねえたかだか金で済む話、うん、どうでしょうね、うん、まずは、うん、まずは金で済む話なんだから、こんなに僕はラッキーなことはないと思うんですが、うん、なんか財務省していくと喧嘩して勝ちゃいいってただそんなにですね、それだけの話ですよね。あ、なんだ、戦争するより楽ですね。いや本当にだってこれ、いや日本は戦争しなきゃいけないんだったらこれ辛いんですよね、うん、だけど、うん、戦争しないでお金で済ます、うんうん、いや韓国なんて本当韓国人同士で殺し合い何にしなきゃいけないんだみたいな、うん、いう話だし、あと、うん、まああの去年あのシールズの人間がですね、あの福岡に行って、うん、あのいやあの韓国や北朝鮮とか中国側にあの福岡に攻めてきたら自分お酒飲って話をするって言って、うん、でみんなバカにしましたよね、うん、まあ僕バカにしていいんですが、うん、僕ですねあれって、ね、みんなバカにしますけど、じゃあ本当に韓国や中国や北朝鮮、まあ、とりあえず韓国軍が北九州も含めたところに進駐してきた時にどうするんでしょう、うんうん、いや実際朝鮮戦争そうで李承晩それやろうとしましたよね、やろうとしてたし、でそれやった時にどうすんだみたいな状況の危機がここ迫ってるからシールズはあんなこと言ったんだと思うんですよ、なるほど、でそれみんなバカにするけども、僕はだからいつも左を侮るなって言うんですが、左の連中って結構本音をバンと言うので、うん、本当に話していること、うん、でああいう状況の中でそれを阻止するためにもやっぱり日米関係を盤石にしていく、うん、そのためには防衛費をまずは倍増する、うん、そのためには簡単ですよね、だって財務省と戦うだけ、うん、簡単です、いや、はい、簡単ね、戦争しなくて済む、物理的に戦争しなくて、だから平和を守るためには財務省と戦おうと、うん、いやもう黒山塾を上げてね、もう一回やるんだって腕が鳴ってますよね、はい、なんか希望が出てきたね、もうそうそう、私あのもともと大蔵省御用評論家のつもりで始めてたら、なぜか財務省の札付きになってて、なんでそうなるかよく分かんないですけど、いや僕財務省もですね、戦争するよりは数段安上がりなので、うん、そうなんですよね、僕戦争することを比べれば数段安上がりですよ、うんうん、だって財務省って本来そういうことをちゃんと考える愛国官庁だったですよっていう本でデビュー、うん、デビュー2作目がそれですから、うん、だからいや本当にあの平和を守ろうって、うんうん、いやそれこそ財務省が、はい、そういうコミンテルの回し物だって話は別ですよ、はい、本当に、うん、そうじゃないと信じてね、うん、やってます、財務省ダービーって番組やってます、うん、課長人事まで追いかけてます、ね、まあそのためにはじゃあやっぱりノンキャリーを時間にしてもらうことですかね、うん、安倍総理に、そういうことですよね、うん、いや本当安倍さんが強いんだとそれできるはずで、うん、でもできないんだとそれは安倍さんが弱いってことを応援しなきゃいけないっていう、でもいや安倍、でも安倍さんにはぜひとも平和を守ってもらいたい、うん、そうです、はい、何としてもやっぱり平和を守ってもらいたいし、うん、あのとにかく繰り返しますけど、アメリカの軍サイドはあの日本に対するもうこの失望と苛立ちをすごい溜めてるので、うん、この溜めてる状況のでも理由は簡単で、日本の自衛隊はこんなに有能だし、うん、日本はこれだけ経済しっかりしてるのに、なんで金出せないの、うん、そこだけなので、うん、ちゃんとやればいいって話です、ちゃんとやればいい、それだけの話なんですよ、うん、いやいや、はい、うん、いやあの肯定表って話が小野先生から出ましたけれども、うん、いずれそれは江崎先生とまた、はいね、あの今日やりだすとまた別の番組になっちゃう、はい、いやチャンネルクルーは責任を持ってね、単に問題点指摘するだけでどうすればいいか、うん、肯定表数字もつけてね提言したいと思いますね、その時にはぜひねあの出てきていただきたいと思いますし、ね、陽子さんもねあのもうメディアを選んでチャンネルクルーがもっと出てということでねやっていただきたいと思います、でお三方本当に今日は長い間ありがとうございました、ありがとうございました。